小野隆史助隊1923年9月4日は、日本の幕末から明治にかけての武士、政治家、筑前教愛好集会会長、旧姓から三木隆介とも、安楽寺天馬宮の社家の一つである小野家家に生まれる。父親は、小野氏、親、おじは、幕末の勤労家、牧田持ち親であるところから、和官、尊老思想を収める。 三条耳をはじめとする九行五名が、小野加賀家の屋敷に隣接する炎上院に三年余り滞在し、その間、小野加賀家も三条実備等の警護の死の宿舎となる。この炎上院には、九行五名が滞在したことを示す石踏みがあり、門前には、西郷隆盛、坂本龍馬が訪れたと記す案内看板がある。幕末、新官、僧侶、農民で構成された。 東幕軍、勇敢隊の参謀として参戦。この際、三木五十六郎という編名を使っていた。母親戦争における戦功から筑前福岡藩士に取り立てられる。母親戦争には新政府軍の参謀として参加し、三条、耳の密使になった。福岡全県での騒動である、筑前竹槍一期では陳部隊の隊長として、農民の暴動を抑えている。さらに、 江藤新兵の佐賀の乱においても、福岡藩鎮部隊長としても出陣した。太宰府天満宮新館、筑紫中学校校長、第17銀行取締役、筑紫、中、宗方などの軍長を経て、1890年の第1回衆議院議員総選挙では、福岡県第2区から出馬し衆議院議員に、現用者系として、勝木きひ卿。 今度官一と共に初当選。第二回、第五回総選挙で当選し、通算三期務める。八百九十八年七月二十八日、香川県知事に就任し、同年十二月二十二日、伊岸面本館となり退官した、現用者社員。衆議院議員出馬にあたっては固辞するも、遠山光が強く説得しているが、その遠山光が評する人物像は、 地税前に死亡度高い人望を集める。後の中国特命全権講師の山田炎次郎は、中学周遊館の学生の時、小野に頼み込んで、寺尾久氏の書生にさせてもらい、進学の夢を叶えた。遠山光が始めた、副領新法設立に際し資金援助を求められる。日清戦争後、新国北洋艦隊の機関、庭園の部材を使って自邸に、庭園館を建てるが、 現在も太宰府天満宮の境内に残っている。ありがとうございます。